ヴィーナスエクスプレスは欧州宇宙機関の金星探査機。2005年11月9日に打ち上げられ、2006年4月11日に金星周回軌道に到着した後、5月7日に観測用軌道に投入された。2014年5月に観測運用を終了した。ヴィーナスエクスプレスは欧州宇宙機関発の金星探査機であり、2005年11月9日に カザフスタンのバイコヌール宇宙基地より打ち上げられた。計画は2001年より開始されている。探査機のデザインは、火星探査機のマーズエクスプレスの経験を生かしたものとなっている。ただし、火星と金星の違いを考慮し、太陽熱や放射線に対する体制を向上させている。最初の発射予定は2005年10月26日で、あったが問題が生じたために延期され、 11月9日3時33分、アトクにソユーズロケットによって打ち上げられた。打ち上げから1時間36分後には、金星への繊維軌道へ移行した。金星までの飛行日数は150日。金星到着後に減速し、周回軌道に入った。ビーナスエクスプレスの探査目的は、主に金星大気に関するものであり、当初は4年間観測を行う計画であったが、 その後、観測運用が延長されていた。これまでに行われたビーナスエクスプレスの観測によって、約250万年前の溶岩流が金星に存在することが判明している。また、金星の大気から水素が酸素の2倍も逃げ出していることがわかり、金星にはかつて大量の水か、あるいは地球と同じ海が存在していたことを示唆している。 ビーナスエクスプレスは2014年5月に観測運用を終了した。その後、ビーナスエクスプレスは近世の大気圏上層に突入して、大気抵抗でどのくらい高度が下がるのか実験を行うため、徐々に高度を130から 135km にまで下げ、6月18日から7月11日までエアロブレーキング実験を行った。その後高度を 再び上げて7月26日には行動 460km まで戻していた。まだ推進薬が残っていると考えて11月23日から30日にかけて軌道を引き上げ2015年までミッションを延長する試みを行ったが2014年11月28日に姿勢が保持できなくなり通信が途絶した。調査の結果 噴射の途中で推進薬を使い果たしていたことが分かり、12月16日にミッションを終了することにしたと発表が行われた。ありがとうございます。